カヤネズミは、ネズミ目ネズミかカヤネズミ属に属する小型のネズミ類の一種である。種小名マイニューチューズは、小さいのい。東道町54から7 9トル、尾長四47から9 1トル、体重7から1 4ムの日本では一番小さなネズミである。青森県、秋田県、岩手県などの北、東北や南西諸島においてはまだ発見されていない。 それ以外の地域では少しずつ発見の報告があり、東京都町田市など比較的都心に近い場所での発見例も多い。ススキノバラが回復した東京都や津沢廃棄物、広域処分場でも確認され学術報告されている。背中はオレンジ色、腹部は真っ白といった色をしている。口術の通り稲はほとんど食べず、水田の雑草などを主食とする。 2015年に日本ユネスコプロジェクト未来遺産で全国茅ネズミネットワークの京都桂川の生物多様性保全カヤネズミの住む茅原を未来へつなぐが選ばれる。また同年に国連の催しの生物多様性アクション大賞2015で茅ネズミの住むカヤ原復活プロジェクトも入賞する。すスきスに作られた相模に急行電や河川実機などの 背丈の高い草原に暮らしているススキアオんぎ、ちがやなど、イネカの葉を利用し、地表から約1メートルの高さに、直径10センチメートルほどの小さな休憩の巣を作る。葉を利用して巣を作ることで、周りの植物と同じ色となって同化することができる。この巣において、出産や育児、休憩をとっている。主におひしばやイノコログサなど、イネカ植物の種子や、 バッタやイナゴなどの昆虫を食べて暮らしている。おとなしい生物で、ドブネズミのように人家に上がり込むことはない。水田で栽培している稲にも巣を作ることがあり、稲を食害する害獣とみなされることもあるが、2015年に、滋賀県立大学が行った調査では、水田に現れるカヤネズミが稲を食べることは、ほとんどなく、主にスズメのヒエや犬ビエなどの雑草を食べることが確認されている。 寿命は1から2年程度である。かつては農村周辺に家畜の餌、屋根材料などの目的で利用するためのかや場、あるいは家畜の放牧地などがあり、そのような草原に多数生息していた。近年、それらの場所が利用されなくなり、繊維が進んで雑木林化したり、逆に開発されて消失するなどして、非常にその数を減らし、現在では国内の分布域の 約8割のレッドリストに掲載されるまでに追い込まれている。クリストフェック、B ラウンダ、DP メイニヒ、H アプリン、K ボツァイヒャン、N ヘンタナン、H マイケロミスマイニューチューズ、The IUCN レッドリストオブセレクト。ありがとうございます。